演舞開演。どうも、本日はこちら北札幌のじっくりことこと煮込んだかぼちゃのポタージュを飲みたいと思います。濃厚を忘れていました。さすがはかぼちゃポタージュ、黄色いですね。ではお湯を注いでいきます。混ぜます。出来上がりました。ポタージュと言いましたので、ちょっとドロッとしていますね。かぼちゃの香りがいいです。では飲んでみます。フルトンかと思ったらカットされたかぼちゃでした。なのでかぼちゃの甘さと風味だけでなく食感も楽しむことができます。このポタージュ、口の中に優しい甘さが広がってとっても美味しいです。本当に濃厚です。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。